えー、おはようございます。速化塾の久保です。まだ一週間の相場解説やっていきますんでね。あの、FX オリガルヒの方にかなりエネルギーを傾けてますんで、あちらの方はね、更新がちょっと派手なんですけども、えー、もちろん買っていただいております、えー。ただこちらの通常放送をね、ちょっとね、あまり手が回らなくなってきました。その中でも、一週間を振り返って、 また、6月20日からのね、えー、この相場をざくっと見ていきます。すいません。よろしくお願いします。で、まずね、あのここで n 字が書かれてますよね。で、週足ですから、これがね、えー、先々週、先週、今週みたいな感じで3本出てます。特に今週は材料があった関係で、実体がちっちゃく、そして、ヒ、え、ゲ、ー、が長くなってます。これ、よく覚えて,てくださいよ。 あの、材料があった時って実体が短く、ヒゲが長いんですよ。つまりは、あの、瞬発的なね、突発的な資金の入れ出しが結構あるんですよね。だから読みにくいっていことなんで離れていましょうってうことです。さあ、そしてこのサンバガラスっていうのがありますけども、このサンバガラスとヒゲが組み合わさると、実は下に行くんじゃなくて上に行くっていうのはもうわかりましたよね。ここ一つ押さえておいてください。今週講演会ね、結構大きな勉強になったと思います。それでは、冷やしです。 はい。冷やしはね、カンガルーみたいな形です。まあ、見えませんかね。<laughs> で、これはね、エリオットハードのちょっと変化系なんで、えー、こちらの最後の陽線っていうのがありますけども、この陽線の勢いがこれからもこう続いていくんではなかろうかと思います。ただ、材料でできた、これ、あ、すいません。すいません。材料でできた、この V の字なんで、陰線陽線の V の字なんで、一概にはね、言えませんけどもね。えー、ただまあ、全体的に円安は続くんじゃなかろうかと思います。 じゃあ4時間です。さあ4時間で出てくるのが、実はね、グランビルの法則です。こちらの四角で囲ったところと、あとはね、こちらのグランビルの法則の一覧表、よくご覧いただいて、グランビルの法則も勉強しとってください。今回出てきたのはこれになります。ただね、材料なんで、材料。あくまでも。だから、今回グランビルの法則を当てはめていいものかっていうのは、まああんまり良くないでしょうね。 あくまでも材料がない時に生きるのが法則ですから材料込みでグランビルの法則ができてるわけではありませんただ結果からの時にはグラ,グランビルの法則のね丸2が当てはまってるよということだけお話しさせてもらいましたはいじゃあ,あ最後はこれですねすいませんタイトルインになってしまいましたけどもこのタイトルはねサムネイルとして使わせていただいてるえっ、ー、と FX オリガルヒの方の解説なんですけどもあっちはちょっと細かくやったんですよ で、基本が必要だよってことと、今回材料があったねってことと、そこでグランビルの法則がそのはざまでどう関わってるかってことをお話し,しました。で、今後の動きですけども、今ね、赤い線を2つ引いてるのがあるでしょいつも通り。この2つが、まあ私の設定した6月19日までのレンジだったんですけども、このレンジを組み直していく作業が月曜日から火曜日に必要かなと思いますね。エントリーはその後になります。まあ今回は以上ですね。はい、来週も頑張っていきましょう。